それでは本日の審理はこれにて終了します。なんとか、いや、すごい、すごい内容の深い裁判でしたね。こうして、長かった審理はついに終わりを告げた。まあ、ただなんかこう、大丈夫ですかね。スコットランドヤード。同日午後4時33分、中央刑事裁判所被告人控室。ドインボ博士、お疲れ様でした。いやいやいや、長かったですね、確かに。苦しい時間だったと思います、あなたにとってはね。心よりお祝い申し上げます、ドインボ博士様。ミスター、なるほど。ミス・サト、本当に、本当に、ありがとうございました。もう何とお礼をすればいいのか。博士は事件に巻き込まれただけ分かってもらえてよかったです。うわぁ、今この瞬間研究補助金がもらえていたならば、うおぉ、耳を揃えて全部全額あなたにあげちまいたい気分です。まあまあまあ、僕たちは留学生ですから。俺なんて気にしないでくださいませ。あなたがやってないっていうことがね、皆さんに分かってもらえた、それだけですよ。あは、じゃあ記念にこれを私の論文入りです。ありがとうございます。それじゃあ記念に。ところでドウィンボ様、これからどうなさるおつもりなのですか。そうですね、また新たな理論を、なんか自伝書くって言ってなかったっけ。それなんですよね。何しろ私の理論は大爆発で粉々になっちまいましたし、まあ久しぶりのロンドンですからゆっくりしていこうと思ってます。バンジークスさんともね、なんかこうゆっくり語り合ったりとか、せっかくなのでロンドン万博を見物してこれからのことを考えてみようかと。そうでございますね、きっとそれがよろしいかと。それは許さぬ。許さぬ。お、バンジークス、死神が死神が許してくれないみたいだ。バンジークス検事、どうしてここへ。バロック、すまなかったベンジャミン、君に辛い思いをさせた。これ2人でロンドン万博巡ればいいんじゃない。まあ正直なところ震え上がったよ、君がデーモンのような形相で噛みついてきた時にはね。君は私の数少ない友人だ。他の検事や他の弁護士に任せることはできなかったのだ。え、他の弁護士、なるほど。これは君が私のことを考えてくれてるのは信じていたよ。そうだ、せっかくだし今度ロンドンを案内してくれないか。大学を卒業してから積もる話もあるし。聞け、ベンジャミン、君は今から数日後に釈放される。そしたら、その足ですぐドーバー港へ向かうのだ。私も同行する。あー、やっぱりその、何？死神の呪いから、あれか、守るためにか。え？そこからドイツへ向かう船に乗る。パスポートとチケットはすでに手配した。いやいや、ちょっと待ってくれよ。せっかくロンドン万博もあるんだぜ。ゆっくり見物。ダメだ、観光は諦めろ、ベンジャミン。これでもさ、今までその亡くなってるのはやっぱ悪人ばっかりじゃないですか。ジーナさんとかさ、相続さんとか、そんなことにはなってないし、大丈夫だと思うんですけどね。ただ今回確かにプロフェッサーの事件にも触れてるから、こう、なんか怖い感じは、あるか。観光を諦めろと。君たまに友達と覚えない目で僕を見るな。友達だからこそでしょうね、あのバンジークス検事。どういうことなのですか、いきなり。必要なことなのだ。
バンシングさんは何か知ってんのかな。なんとなく今ならばわかる気がいたします。佐藤さん、アイリス様からお聞きしました。2日前執務室でお会いした時、バンシングス様は漱石様の無事を気にしておられました。ええ、覚えています。意外にいい人だなと思いました。そう、みんな気にしてんだね。だからそう、バンジークさんはその自分がね、自分の死神の呪いで亡くなってるって人たちに関してさ、重要なのは漱石様が今も生きていることでございます。死神の法廷に立たされてから半年以上も経っているというのに。少なくともだから国外に行けば OK ってことだな。あ、まさか死神の手は外国までは及ばない。死神の手が下るのは標的が釈放されてから数日から数ヶ月、それがこれまでの一定したルールだった。ってことはジーナさんヤバくないか。ジーナさんまだ近くにいるし、例外は漱石様とジーナ様、お二人は本当に無実でした。その通り、無実ならば死は訪れない。それが死神のルールかもしれん。しかし他ならぬ友人のためだ、念には念を入れておきたかった。バロック、そうですよ、やっぱ不安じゃないですか。あのヒゲの日本人と同じく即刻大英帝国を出るべきである。まあ別にね、国から出てもだから、このものは即刻ドイツに送り返す。バンジークス検事、親友を荷物みたいに言ってのけたな。それではバンジークスさんは最初からそのつもりで。そうか、時々この検事さんのことが分からなくなる。まあ、確かに自分が担当したらドインボさんに危険を呼ぶかもしれないけど、ただ自分とあとこのなるほど弁護士以外にはこの法廷任せたくないと、そういう思いもあり、無慈悲に被告人を追い詰める死神と呼ばれる検事なのに。行くぞベンジャミン、留置所へ戻るとしよう。いや、いい人ってことでしょ。ああ、分かったよ。それではミスターなるほど、まあ、急ではありますが本当にお世話になりました。こちらこそ会えてよかったです、ドウィンボー博士。またいろいろ片付いたらゆっくり会いましょう。どうかお元気で、ドウィンボー博士様。落ち着きましたら一度ぜひドイツにも遊びに来てください。それでは失礼します。それから日本人よ。あれ、まだ何か話が。はい、まだいたのか。飛行に話がある、少し時間をもらいたい。バンジークス検事が僕にですか。やっぱなんか認めてくれてる感じなんですね、なるほどさんのことは。10分後、大法廷で待っている。何の話だ。なんだろう、バンジークス検事の背中、いつもの重たい空気が感じられなかったような。何でしょうね。ワロック・バンジークス検事、一体僕に何の話があるというのだろう。とにかく大法廷に行ってみようか。当日午後4時58分、中央刑事裁判所大法廷。法廷で何ですかね。満足か、世間知らずの科学者を一人救うことができて。あれ、あれ説教かこれ。はい、依頼人の無実を分かってもらえて本当にほっとしています。ところで、私がなぜ日本人を憎むのか、飛行はどう考えているのだろうか。あ、なんか昔なんか知り合いの日本人から裏切られたからみたいな話じゃなかったっけ。最初は東洋人の僕が気に入らないのかと思いました。
日本という極東の、小国から来た身の程知らずの留学生。でも今はそうではないと思っております。あなたは日本人をよく知っている。日本人を決定的に憎むきっかけがあったはず。話していただけませんか、バンチックス検事。プロフェッサー。プロフェッサーのこの事件がきっかけなの？それに何か日本人が絡んでるんですか？よもやこの法廷で再びその名を聞くことになろうとは。そうだよね。ワロック・バンチークスさんが憎んでるとしたら、その自分の兄上の命を奪った殺人鬼プロフェッサーですよね。クリムト・バンチークス。今から16年前、私はまだ10代の少年だった。当時兄はすでに首席検事として英国の司法の中枢にいた。クリムト・バンチークスは私の憧れであり目標だったのだ。そんな兄上が殺され、大層恨んだでしょうね。兄は国際的な司法制度の構築にも力を入れていた。諸外国と研究留学生を交換して知識と見識を高めようとしていた。これ今回のなるほどさんとかまさにそうじゃん、留学生。そんな中、飛行の祖国大日本帝国から3名の司法留学生がロンドンを訪れた。あ、今から16年前といえば、もしかして私の父がここで御言葉教授、法医学者、ドクター御言葉もちろん覚えている。当時少年だった私は検事局で見習いとして修行していたのだが、ある日兄は私に3人の日本人留学生を紹介した。そうだったのですか、父と検事様が。3人か。彼らは礼儀正しく穏やかだった。仕事は細やかで極めて正確。少年だった私は東洋の精神に出会い感銘を受けたものだった。そしてそれから6年後、あの事件が起こったのだ。捜査は進まず、容疑者を絞ることすらできぬまま、犠牲者は増えていった。そしてついに私の兄が最後の犠牲者となり、事件は終結を見た。それは本当にお気の毒です。元より兄は正義のために命を尽くす決意をしていた。だから、殺人鬼と最後まで戦い、命を落としたのは本望だったのかもしれない。そのおかげで捕まえることができたわけですからね。処刑はされなかったみたいですが、しかし当時の私にとって絶望の底に叩き込まれた気持ちだった。まあそうですよね。そしてその殺人鬼の正体を知った時、まさかその3人の日本人の誰かだったってことか。なぜ今まで捕まらなかったのか、全ての謎が解けた気がした。奴は常に我々の盲点にその身を隠していたのだ。盲点。今から10年前、大英帝国と大日本帝国は非常に微妙な関係にあった。それは新しい条約のための交渉ですか？その通り。日英和親航海条約の締結。両国の首脳により高度に政治的な交渉の真っ只中だった。まさか日本人ということで優遇されてたのか。だからこそ殺人鬼の裁判は極秘で行わなければならなかった。もしその正体を大英帝国の国民がしてしまったら、やっぱこれ日本人がそうだったっていうことでしょう。この言い方、英国と日本は同盟どころではない、戦争になる恐れすらあったのだ。どういうことですか？日本と英国が戦争？まさか、プロフェッサーの正体とは。御言葉さんと、今日、審理が終わった時、時が来た。そう思った。あ、もしかして、正体教えてくれんの？貴公たちがこの恐るべき殺人鬼と対面する時が。
な。あの老人形の館の女主人から仮面の鍵を借り受けた。その目でしかと確かめるがいい。10年前の真実。これでもさ、知ってる人の顔ってことか。え、誰？これがプロフェッサーの正体。その通り。今まで考えたこともありませんでした。英国犯罪史上最悪の事件、その殺人鬼の正体が。あ、やっぱ日本人なんだ。日本人だったなんて。だから待ってください。秘密裏にこの面影、あれだね、前作のさ、第1話の名前ちょっと忘れちゃったけど、あの女の人、あれ英国人だから結局罪に問われなかったじゃないですか。同じ感じなんだね。こっちでは日本人がそういう風にこう優遇されたのか。どこかで見たことがある、そんな気がいたします。は？いや、この声完全に麻生木じゃん。いや、麻生木だろ。髪型が完全に。父上。え？父上。待て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 。麻生木。やっぱり麻生木か。僕の親友、麻生木一馬。やっぱり生きてたってことだったんだ。しかも一年の時を経て今、すべての記憶を取り戻して。ちょっと待って、ちょっと待って。なんかいろ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 すぎて、なんかプロフェッサーが麻生木の父親に立っていた。久方ぶりだな、麻生木よ。なるほど。そうか、記憶失ってたから。これが本当に再会だ。久しぶりだな、友よ。カズマ様。御言葉法務女子。じゃあよかった、記憶が戻って。長い間ご苦労だった。礼を言う。麻生木だ。私の代わりに友をここに導いてくれた。カズマ様。いろいろあったんですよ、麻生木さん。やっぱり生きていたんだな、麻生木。貴様にも礼を言わねばならない。何しろそいつを守ってくれたのだからな。え、あ、カルマ。麻生木の家に代々伝わる名刀、カルマ。よく預かってるだけだったもんな。いやいや、よかった、警官とかに没収されなくて。日本を出発するとき、あいつが身に帯びていた。日本人の魂であり、いつもそばに置いておきたいと。ある意味相棒みたいなもんだったからな。あの事件が起こって。いや、じゃあ大丈夫だったんだな。佐藤さんからこの刀を託されたんだ。これちょっとホームズさんにも話聞かなきゃいけねえや。お前が残した思いとともに。何にせよよかった。こいつがあるといつもお前が見守ってくれている気がしていた。
葬儀のものだからな。返したぜと。やっとたどり着きました、父上。あ、葬儀はじゃあ父親のことを、そうか、調べるために来たのかな。これが目的だったのかな。まさかお前知っていたのか。その面影だけど、とても信じられない。全部知った上で探してたのか。殺人鬼の正体が麻生木一馬の父だったなんて。おお、やっちゃった。カズマ様。ローザイクさんに怒られる。なるほど、貴様と積もる話はあるが、今はその時ではない。また会おう。え、え、行っちゃったの？麻生木一馬は僕たちを残して法廷から出て行った。いやいやいや、ちょっといろいろ話したいこといっぱいあるのに。あれが我が兄の命を奪った男の忘れ形見だったわけか。麻生木一馬、僕の親友です。3ヶ月前、ボルテックス教が彼を連れてきたときは、ボルテックス教、いろいろ知ってそうですね。ある種の予感はあった。私はあのものを知っていると。ボルテックス教、一体なぜ、記憶を失った麻生木を従者にしたのだろうか。判決が下されても、たとえ処刑が行われても、事件は終わらない。そういうことだ。話は以上だ。足を運んでくれて礼を言う。謎はより深まりましたね。まあでも、いろいろ知ることはできましたね。今から10年前、私は祖母に連れられて、停車場へ行きました。帰国した父上をお迎えするため、私にとっては、それが初めて見る、父の姿でございました。あ、そこで初めて会ったのね。あ、そうだよね。そうかそうか。向こうに行ってる間に生まれたわけですもんね、佐渡さんは。佐渡さんは悲しそうにうつむいたまま、その当時のことを静かに語り始めた。御言葉さんもじゃあ知ってるわけですもんね、プロフェッサーのこのことに関しても。おそらく父上との暮らしにやっと慣れ始めたある日、父上の書斎で聞かされました。ロンドンで親友を一人病気で失ったのだと。その親友には一人お子様がいたそうです。これが麻生木、私より7つ年上の男の子でした。その男の子はロンドンで亡くなった父君との約束を守るため弁護士になる勉強をしていました。私はそのお手伝いをするため法務助手の資格を取りました。そうなのです、その男の子の名前こそが麻生木一馬。それが一馬様との出会いでございました。親友は束の間僕たちの前に姿を現して再び消えた。そしてその瞬間、止まっていた時は動き出す。巨大な運命の車輪が回り始める。
きしむような音を聞いた気がした。なんかこの大逆転裁判という物語は、麻生義で始まり麻生義で終わるみたいな。それは確かに何かが始まり何かが終わるきっかけだった。これだから麻生義で始まり麻生義で終わるそういう感じなんじゃないのこれ。いやーちょっとこれはどうなることやらですよ